大阪府大阪市東淀川区阪急電車京都線上新城駅の駅前にある稲荷商店街です。現在はシャッターが閉まっている店舗が多く、アーケードの雨よけのテントは崩壊しており、青空が見えている状態です。近くには小松商店街があります。